皆さんこんばんは、 MK です。 MK のマイクラ、今回は新しい森林探検家の地図をゲットして2つ目の森の洋館探しやっていきたいと思います。そう、皆さん前回の動画も見ていただけましたでしょうか？まだ見ていない方はぜひそちらから見てほしいんですけど、なんとか製図家3人を製図台とベッドに紐付けることができました。そしてお家まで作ったんですよね。今回はこの人たちと交易を繰り返して新しい森林探検家の地図ゲットしていきましょう。よし、じゃあ早速攻撃するんですが、まずは司書ガチャからいきましょうか。狙うは効率5、よろしくお願いしますよ。そう、これ出るまでも毎回恒例にしますからね。はい、まずは1回目何が出るんでしょうか。本棚だったら論外そう、本棚とエンチャント本がまず半分ぐらいの確率なんですよね。はい、2回目本棚か、嘘でしょ。待てよ、今日は運が悪いんでしょうか。はい、3回目本棚、そんなことある待て、半分の確率でエンチャント本引けるはずなんですけど、もしかして5回連続本棚と言いたいんでしょうか。言いたいみたいですね。マジか。ちょっと待て、1回ぐらいはさ、エンチャント本見せてくれないと終われませんよ。え、待って、ガチャれてるよね。ガチャれてるわさっきまではマジで確率が悪かったんだ。はい、これ鋭さ2ということで論外でございます。効率5だってば。ねえ、叩くよまあ叩いたらアイアンゴーレムが来てしまうので叩かないんですけども、よし、じゃああれはいいんですよ。本題はこっちでございます。森林探検家の地図ゲットしていきましょう。今回森の洋館を探すところまでは行きたいので、ささっとこれはゲットしちゃいたいと思います。レベル3になれば森林探検家の地図が出てくるかと思います。 OK、 出てきました。コンパスも必要なんですね。まあとりあえずいいや。それを解禁までは今やりましょうと。はい、これ6個交換してレベル3熟練者が解禁になりました。これで森林探検家の地図がもらえると。よし、じゃあコンパスとエメラルドなんですけど、時間的に1回寝ましょうか。っていうかコンパスあったっけか。新しいやつなかったような気がしますが、めちゃくちゃありましたこんだけあったら余裕ですね。で、一応あっちで寝ようかな。司書がやっぱりめり込むかどうかがちょっと心配なんですよね。めり込まないとは思いますけど、確実にめり込まないというのを確認したいので、もう一度ここで寝ましょう。ほい、待てよ、大丈夫だよな。司書がこれでダメージ食らったら MK さん泣いちゃうよ。大丈夫でした。あのアイアンゴーレムは何をしてるんでしょうか。どうやってそこまで登ったんだえ、どうやって登った。まあいいやとりあえずそれはいいとして、よし、じゃあ森林探検家の地図交換してもらいましょう。あなたですよ。ちょっともうじゃあこっち側から交換します。はい、森林探検家の地図ゲットしました。これ近いかな、どれぐらい近いかな。そう、前回の森林探検家の地図が確か5000ぐらい離れてたんですよね。だから1万ぐらいもしかしたら離れてるかもしれません。早速見ましょう。こっち、あ、待てよ。あ、待てちょっと待った。勘がいい方だったら今分かったと思うんですけど、うっそ、もしかしてこれさ、待て、あー怖い、同じじゃない待て、同じな気がしたんだけど今、前のやつと。 MK さんの記憶違いかな。いくよ、これが前のやつ、やばいかもしれない、これが今回のやつ、同じだよねこれ。え、うっそ、え、新しいやつもらえるって聞いたんだけど、え、どういうこと、ないってこと？ちょっと待った。嘘。え、待って、違うやつもらえるって話だよね。なんで同じのになった？え、これさ、読み込まれてる範囲に、もう、ないってことかな？あれが、森の洋館が。それとも、なんかやり方が違う？とりあえずあなた、え、もう一回交換してみる？え、一緒だよね。一緒だと思う。違う人と交換してみよっか。待って、運ゲーってこと？ここでガチャが始まるってこと？それとも、MK さんの勘違いで、なんか同じのしか手に入んないってことなんかな？行くよ。はい。二つ目の森林探検家の地図、ゲットしました。怖っ。見るよ。はい。
やばい、待て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 、やらかしてるこいつら。あ、やってるわ、ボってるわ。同じのしかくれないじゃん。ねえ、ちょっと抗議の電話はどこにかければいい？ちょっとここぼったくりの店なんですけど。ねえ、やられた、騙された。これどうしよう。2つ待って、今回さ、森の羊羹行こうと思って準備してたんだよ、冒険グッズ。嘘でしょ。もうこいつも一緒だよな、そう考えると。一応やる？一応。あー、待って、やだ。一回シショガチャしてさ、気持ち紛らわすか。あと5回あなたやらして、でそれ終わったらあいつ交換するわ。うーわ、マジで言ってんの？多分やってるよな、こいつら。ぼったくり集団だよな。はい1回目本だな。お前もぼったくり集団か。はい、シルクタッチ。ん、今じゃない今何やってるんだ。もう MK さんは気が動転してさ、もう本棚ガチャ始めちゃった。あと2回あと2回やったらもう1回ちょっと気を取り直すわ。火炎1、効率5だってば。はい、お願いしますよ。お、虫殺しさんと。論外ですね。これマックスまでやれば変わるとかあるかな。いや、ないよな。レベル5まであるよね。一応1体マックスにしてみる。はいはいはい。あ、待って待って待って。はい、これでどうだ。あー、ダメだ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 。あんたぼったくってるよね。これ一回さ、リセット。いや、関係ねえよな。行くよ。じゃあ、あなた、もうあなたが出してくる森林探検家の地図が違ったら、もうあなたたち摘発するからね。ちょっともったいないけど、空っぽの地図交換して、もったいね、超もったいね。でこれを交換して、これを、行くよ、お願いしますよ。本当に交換して、森林探検家の地図、ほい。なんか同じな気がするよね。同じだったらどうしよう。行くよ、見るよ。あ、やってるわ。どうしよう。じゃあ無理じゃん、全部一緒だよね。ちょっと念のためもう一回確認するよ。全部一緒だよね。はいはいはい。あ、やってるわ。こいつらコピー用紙売ってるもんこいつらさ、団結してさ、 MK さんがもう持ってるこの地図をさ、コピーして配ってるだけだ。本物はないぞ。偽物しか配ってくんない。これどういうこと。一番近い森の羊羹しか教えてくんないってこと？それとも一回交換した村では同じのしかもらえないってこと？違う村でやればいいってこと？それともガチャってこと？いや、でもそんなわけないわ。4回連続同じ地図なわけないから、海洋探検家の地図も交換してみる。これ交換して2つも、待って、わかった、海洋探検家の地図も見てみよう。でこれが一緒だったら多分同じやつしかもらえないってことなんだ。そういう結論付けにしようか。あれ、海洋探検家の地図って、 あったあった1個ありました。これ MK さんが多分前使ったやつだよね。ほら、前つかん、あ、使ってる使ってるめちゃくちゃ右下だけど、海洋探検家の地図から見れる、なんだったっけ、海底神殿か映っております。でちょっとあんた、これ1個ちょうだいよ。はい、これが一緒のもんだったらそういうことだ。これとこれ、あ、一緒だわ。ってことは、ってことは何、ぼったくられたってことだよねちょっと待ってよ、あんたたちこんな待遇良くしたのにそういうことするんだ。マジかどうしよう。これちょっと教えて、解決策教えて。あんたなんでそんな変なとこいんの。解決策教えて、どうすればいいの。まあこの子たちはもう無理だ。あなたたちはじゃあもうガラス板をエメラルドに変えるだけの住人として今後生きてもらうわ。もうそれしかない。ガラス板はとりあえず交易で使えるから、うん、それであなたたちは生きてもらおう。うん、まあまあまあ、好待遇にしたのもいっか。そうだね、ガラス板をエメラルドにしてくれるでしょう。でMK さん、もう一個森の洋館に行きたいんですよ。それどうすればいいの。違う村に行って同じことすればいいってことかな。それとも一番近いやつが出てくるとしたら、もう5000ぐらい離れた村で交易すればワンチャン新しいやつが来るってこと。ちょっとこれ教えてください。
詳しい方いたら MK さんに教えてください。よし、じゃあ最後に師匠ガチャ5回やって終わりましょう。もうせめてじゃあこれだけ出てくれ。そうしないともう今回何も進展ないよ。この回349か、この回何も進展ないよ。これが成功しなかったら、ちょっと本棚じゃないんだって。2回目ねえ、せめてここ成功してさ、笑顔で終わろうよ。笑顔で終わるチャンネルなんだから、うちは。ボーカさん違う。ちょっと今エメラルド多かったからワンチャンあるかと思ったけれども、はい、4回目本棚。5回目本棚だったらもう叩くからね、斧で。あなた5回目本棚だったら斧で叩くかんね。はい、どい、おいつやるか。いやダメだ、アイアンゴーレムに叩かれるもん。やめましょう。はあ、ちょっと今回進展なしになっちゃったけど、教えて、これちょっとみんな教えて。もう2個目の森の羊羹を探すとき、どうやって森林探検家の地図ゲットすればいいんでしょうか。詳しい方コメント欄でよろしくお願いします。 MK さんがかわいそうだなと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。マジか。